どうもー、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは新宿野村ビルの地下駐車場でございます。35階にございます。プラウドギャラリー新宿でプラウド光が丘四季の香り公園の案内を受けたいと思います。はい、見学をしてまいりましたー。建設周辺レポートに関してはですね、動画の方を別途アップしておりますので、そちらご覧いただければ幸いでございます。光が丘はですね、個人的にもですね、子供の頃ですね、遊びに行っていたですね、ところですので、もう馴染み深い街の一つっていうところですけども、その中でも非常にいい立地というところで、まあ、今回前回のですね、記事、動画の方で、価格に関して、相場としては、坪360ぐらいですと。もしですね、こう、新築マンションが今あの土地にできて、シンプルに周辺相場から見た価格としては坪360。だがしかし、まあ、お久しぶりの光が丘物件、ザ・光が丘物件というところで、坪400近くもあり得るんじゃないかなというふうに書きました。語りました。その通りになりました。平均坪単価としては400ぐらいです。400ちょっと超えるかなってところですね。スペシャルな部屋を合わせますと。400切ってる部屋も全然多くありますけども、スペシャルな部屋混ぜると、まあ坪400ちょっと超えるかなというところになってきます。なので、相場だけで見ると360ぐらいだけども、もうお久しぶりがゆえに、400なってもおかしくないと思っていましたが、まあその通りになってしまったなというところで、まあ価格は光が丘ってことをなんか忘れさせてくれるというか、忘れてしまうというか、いうようなものになっております。なので、まあ、条件ですね、こう南向きである程度いい部屋を買おうとすると8500万円弱ぐらいは高校予算感欲しいかなというところになってきます。なので今回はまた光が丘立地としてはお久しぶりの供給というところで、そして個数少ないっていうところで、まあ光が丘オンリー検討者と言いましょうか、光が丘に一番住みたいっていう方をメインターゲットにできるので、まあ安く売る必要はないっていうところになってきます。ただ今回、まあ、細かい枝葉の部分とはそれを除いて、価格以外のウィークポイントないです。私はないですね。ほんと細かい部分とかは別として、大きい部分っていうところで価格以外のウィークポイントはなしと、もうそれぐらいいいマンションです。まず立地に関してはもう地元受けめちゃくちゃいいですし、まあ、地元じゃない方が見ても駅徒歩9分ではありますけども、その道中が非常に歩きやすいっていうところで、まあ、今回団地を除いた民間の分譲マンションとしてはもう出会えないんじゃないですかね。南向き、南側に公園があるパークフロントっていうのは、ザ・光が丘立地自体が少ない中で、そのそもそもの、まあ、本当のザ・光が丘立地っていうのはもう団地になっちゃってますので、そこをちょっと超えたところとかライオンズがあったりしますけども、あれも南方面は住宅街を向くので、今回はまずザ・光が丘立地と言っても怒られないぐらいザ・光が丘立地に寄ってるところで、南側に公園があるっていうところで、私もう出会えないと思いますね。今回のプラウドよりもいい立地の民間分譲マンションはもう出ないと思いますね。で、実際今回ですね、今作とそこが駅から離れて、ちょっとだけ離れたところにプラウド光が丘無印があって、
で、その先に野村不動産土地取得しているところがあるので、そこももしかしたらプラウドになるかもですけど、それがプラウドになっても結局今作の方が立地がいいですので、もう待ってましたっていう方も多い光が丘物件の中で、その中でももうよだれものですよ。もう欲しい欲しい欲しいってなるような、本当に本当に本当にいい立地です。私も光が丘個人的にも好きなので、ずっとマンション追ってきてますけども、もう何これとマジでっていうぐらい。なので私も前回の記事と動画は公式ホームページオープン初日に行ってますので、もちろんその前から情報はですね、建築看板出てたのでできるってのは知っておりましたけども、公式ホームページできてもう我慢ならずというところでその日に行きましたけど、もうほんと光が丘好きな方からしたらもうたまんないですよね。本当に立地がスペシャルです。ただ、まあ、前回もお伝えしましたけど、その割になんかこうリビングの扉の位置がなんかちょっとずるいなみたいな、あのリビングの部分もですね、占有もうそこからリビングの畳数カウントされますので、ちょっとなんかずるいなみたいな間取りもあったりはするんですけども、ただコーナーサッシの角住戸だったり、あと今回7階住戸に関しては基本点は2550なので全然普通なんですけど、差し高は2400になったりとか、かなりスペシャルですよね。で、1階住戸に関してはスーパーセラーと言いまして、大型の床下収納設置されます。なので、まあ、見応えある間取りもあるっていう感じで、ちょっとずるい扉の位置ずるいなってのもありますけど、全体で見ると見応えある間取りもあります。平均的なお部屋なんか普通ですけども。なんで、間取りに関しては、まあ、高いお金出せば結構いい間取りも選べるってところですね。ルーバル付きとか、あと最上階のスペシャルとかですね。あと室内設備も、まあさすがのプラウドブランドっていうところで、ディスポーザーあります、食洗機あります、キッチンの天板はフィオレストーンです、トイレ手洗いカウンターとローシルエットトイレです、浴室はフラットライン照明です。バルコニー、スロップシンクあります。あとバルコニーにライトもあります。そして玄関電気錠です。なので鍵ですね、ポケット入れたままドア、玄関、自宅の玄関ドアも開け閉めできます。そして今回はエアテスというですね、東京ガスのですね、浴室の乾燥機と全熱交換器を合わせたハイブリッドな換気システムなんですけども、まあ、分かりやすいところで言うと全熱交換器ですね。その浴室の乾燥機と連動しているので、ただの全熱交換器よりもプラスアルファではあるんですけども、まあ、分かりやすい魅力としては全熱交換器がありますっていうだけで、なかなか近郊郊外で全熱つけてくれる物件少ないですので、今都心の物件でも省いちゃうこと多いですので、今回は全熱交換器ありというところで、まあ残念ながら床イフルではないんですけどね、なんかせっかくは床イフル見たかったですけど、まあ床イフルではないんですけども、全熱交換入ってますので、まあ見た目の部分にもプラスで、あの壁のとこに壁ポコがないですね、吸気口とあと電動吸気シャッターですね、それがなくて、まあ一種換気 で一種換気の中でも全熱交換があるので、まあよりいいものっていうところです。もう本当高価格帯じゃなきゃ見ないですね。最近は高価格帯でもついてないのみたいな感じになることも多いので、もう全熱交換あるだけですげえぞっていうところになってきます。なので、まあ、野村不動産のプラウドなので、まあいつものことですけども、価格は高いですと、価格は高いんですけど商品力ではケチりませんと、ちゃんとそこはお金をかけますと。で、価格は高いんだけども、その価格以上にいい商品を提供しますよっていうのが、まあ、プラウド非常に多いんですね。周辺の相場とかこれまでの新築とかよりも高いんだけど物もいいですよっていうのがプラウド非常に多い中で、まあ、今回もそのパターンっていうところで、まあ、よっぽど値が超えてる方じゃなければスペック面ではかなり満足させてくれる、なんならオーバースペックと思う方もいるかもしれないですね。これ何こんなすごいのっていう。なので私もですね、
いろんなマンションこう見させていただいているので、どうしてもこう自然と目が肥えてしまうと、もちろん物件それぞれリセットして語るようにはしてるんですけども、とはいえこう目が肥えてしまいますけども、まあ、そんな目が肥えてる私が見てもおーいいなーっていうところになっていきます。なのでスペック面でやめますっていうのは基本的にはほとんどいらっしゃらないかなと思います。もうかなり高いハイスペックですね。なので価格の安さであんまうならせてくれることは野村不動産はないんですけども、その商品力の高さでうならせてくれることは多いっていうところです。ただまあ間取りはなんか毎回なんか高級プラウドでも間取りはなんかスペシャルじゃない、スペシャルじゃないというかなんかんっていうとこは他社と比べるとちょっとあったりはしますけども、まあまあ物件によりますけどもね。まあ光が丘で一番物件っていうところはもう確かかなと思います。で構造に関しても20床20天井ミライフルですね入ってますし、基本点はその最上階除くと2450なので、まあ高くはないというか、まあむしろちょっと低いかなっていうとこですけども、冊子高が2100です。一部住戸除きますけどほとんどの部屋が2100、いわゆるハイ冊子ですね。タワマンでも2100のとこありますので、一般的なマンションよりは10センチぐらい高いっていうところで、まあ、今回日当たりいい住戸ばかりですので、まあ、そこをよりですね最大限生かすことができるような冊子高にしてくれてるというところです。で駐車場に関しては屋外になってまして、平置きと機械式が混在で設置率は 30% ぐらいです。なのでまあ大きく余る心配っていうのはないと思うんですけど、なのでまあ管理組合的にはいいんですけども、長く住まう方今回非常に多いと思うので、新築時に取れないとその後なかなか取れないと思います。だから新築時に取ったもん勝ちかなっていうところですね。で平置きに関しては全て電気自動車のですね充電対応になってますし、機械式でもミドルルーフ以上になってます。なのでサイズ感もしっかりとしてますね。で月額2万円ぐらいのなんか非常にまあ本当取れたもん勝ちっていうところになってます。で住戸との行き来も中庭経由で行けるので、なので便利な動線になってます。一回雪道に出る必要はないです。で1億以上の部屋買うと希望すればですけど平置き確保することができます。で出入りに関しては西側ですね、新しく今回の建物と一緒に西側道作るんですけど、生活道路にはなるので別に車バンバン通るわけじゃないんですけど、一方通行じゃないので、まあ、動線も便利なものになってます。で駐輪場も屋外で、ただオートドアはしっかりとあります。設置率としては 200% ぐらいですね。で管理費なんですけども、テロップの方で補足させていただければと思うんですけども、270円ぐらいですね。なのでまあ今回外廊下ではありますけども、ディスポーザーありますので、まあ、割高感はないかなっていうところ で、エレベーターは1機です。まあこれは全然違和感ないですね。で10個食い込み型にはなってなくて、今回、まあ、外観デザインも逆 L 字と軒裏木目調と、でその逆 L 字のところは軒裏だけじゃなくて壁面も木目調にしたりとか、あとラミスカイのガラス手すりでっていうところで、もう外観デザインもパッと見てうわーかっこいいっていうところですけども、風除室までのエントランスアプローチもすごくですね奥行きあるんですけども、そこは表側の表情とはまた違って明るめのライティングで非常にそこもかっこいいものになってます。中入ってもメールコーナーとエントランスホール一体型で、まあ個数なりの広さではあるんですけども、植栽をですね自然とこう眺められるようになってまして、でそのですね中庭のところのガラスが開けられるようになってるんです。だから管理人さんがいる時でこう雨とかじゃなきゃそこを開けてみたいな感じできるので、でエレベーターホールのところもその延長線上でデザイン取ってくれてますので、ガラス細工のオブジェを置いてくれたりとか、非常に高級感があっていいですね。光が丘の高級マンションっていうところになっています。中入ってもおーってなるような感じです。さあ、総評ですね。行かせていただければと思います。もう本当今回分かりやすいですよね。価格は思ってたより高いかな、少々高いかなって、まあこれぐらいになっちゃうだろうなというのは前回もお伝えしたところですけども、まあ価格はまあ優しくはないですね。
ただ商品力もまあ思っていたより高かったっていうところで、まあ高いお金支払って高立地でハイスペックな大手ブランドマンションに住みたいっていう方に合ってくる出物だなっていうところで、なのでまあシンプルに光が丘に住みたいですだと中古行っちゃった方が全然お安いんですけども、光が丘に住みたい、光が丘の一番物件に住みたい、そしてもう価格以外の妥協はしたくないと、なので高いけどでも立地も物もいいから買うよっていう、そういう人に会ってきます。私もどちらかというとそういう価値観なので非常に私好みでもありました。なのでまあ住環境をお金で買うっていうところも、まあ光が丘のザ・光が丘物件ですのでありますけども、商品力の高さもお金で買うっていうところになってますね。なのでまあ光が丘が一番住みたい街じゃないっていう場合は、まあ路線は違いますけども、もっと駅に近くてもっと都心にも近いプラドシティ小竹向原がありますので、まあ、もうちょっと高いですけども、まあまあちょっと伸ばせば買える範囲なので、まあ、光が丘が一番住みたい街ってとこでなければ西側だとプラドシティ小竹向原の方がまあいいのかなと、あと継ぎやすいのかなと、まあ、最適解になりやすいのかなとは思います。ただこれ光が丘の方からすると、私板橋区出身なので好きですけど、なんか痛ましくですか、ちょっとごめんなさいってなっちゃう方も実際問題多いかなと思いますね。なんでまあそこはやっぱりですね、練馬区の光が丘ブランドって、まあ今回アドレスは高松なんですけど、光が丘アドレスの分譲マンションそもそも1個しかないので、民間分譲マンションですね。なので練馬区光が丘ブランドっていう強さですよね。なので繰り返しになりますが、光が丘でもうこれ以上優れた立地って民間分譲マンションだとそうそうないです。もう出ないかもしれないですね。並びで出たとしても今作の方がいいわけなので、なので光が丘検討者でもう光が丘住みたいです、手が届きますだったらもう買っちゃった方がいいです。高いですけど、だって一番物件なんですもん。価格以外ウィークポイントないんですもん。行っちゃった方がいいっすよ。お金で買える幸せがそこにあるわけですから。今回もう光岡好きからしたら高い以上の、この高い価格以上の価値があるので、もう満足度で回収できますよね。まあ冷静に考えれば高いですよ。冷静に考えれば普通に8500万ぐらいなんてそんな容易に出せないし、本当にこれ光岡のマンションの価格評価っていう駅徒歩9分だぞってとこですけど、その9分でも民間分譲マンションとしてはもう近い方ですし、動線もスペシャルで住戸からも非常に条件がいい、眺め最高になりますので、もう光が丘って長く住まう方も多いので、新築時に買わないと中古マンションでなかなか出ないので、今回まあ光が丘にしてはっていうところですけど大量供給なので、このチャンス逃すことはなんかもう許されない状況だぞっていう、なんかそういう感じですよね。なので住み慣れた光が丘、憧れの光が丘でこれだけスペシャルな出物だと、もう高え、やっぱり高えけど買うしかないぞって、そういうマンションですよね。ただまあ繰り返しになりますけども、中古駅検討者で光が丘に馴染みないとうぐぐぐっていう、なんか始発駅ですけどなんか言うほど都心近くないですし、で駅前の団地とか商業施設ってちょっと古く見えちゃうかなって思いますね。私は昔から知ってるのでまああれですけども、まあ、それがいい味だと思える人はいいですけど、そう思えない人も多いと思いますので、ここで8000万兆は出せないかなってなってしまう方もまあなかなか駅距離含めて庭仕組んじゃうと思うので、そういう方はやっぱプラドシティ小竹向原の方が駅距離は全然近いですし、まあ、やはり都心までの絶対的距離も小竹の方が近いですの で有楽町線副都心線使えますので、距離だけじゃなくて電車でのですね都心への行き来も、まあ、今回山線の東側とか山線の中側へのアクセスそんな良くないので、大江戸線単駅なので、なのでまあ中古駅検討者で光が丘が一番住みたいですじゃなきゃ、やっぱプラドシティ小竹向原ですね、あのあったりと比較検討されることをお勧めいたします。
町屋だと新宿三丁目であればもう2駅で10分ちょっとですもんね。大江戸線だと朝ラッシュだともう結構新宿まででも25分とかかかったりするので、結構意外と大江戸線がスピード感ないので時間かかるんですよね、距離以上に。いやー本当にいい立地ですね。スペシャルですよ。そこにスペシャルな商品を持ってきてくれたと。ただ価格もスペシャル高いっていうところなので、まあ本当にそこに価値を感じる方向けっていうところにはなってきますけど、なんか万人受けは絶対しないので、もう光が丘が好きです、光が丘の一番物件に住みたいですっていう、もう狭い世界での話なので、きっとこの動画を見てくださってる多くの方もなんでこんな、ね、テンション高くていいいい言ってるけど、これで8500ってなっちゃう方の方が圧倒的に多いと思います。でも光が丘が好きです、憧れの光が丘でこんなにいい立地、こんないい商品、高いけど欲しいですっていう方で予算届くならもうこれは GO ですね。なので東京湾岸チックな街でもあるので、私もハルミフラッグ出た時に光が丘を思い出せたみたいな、こうトイチですねツイートしてましたけども、本当コンパクトシティっていうところで、まあ、コンパクトじゃないです、広いんですけども、その自分の最寄り駅である程度済ませられるっていうところですね。で住環境も良くところになってきますので、まあ、通勤が許せばですよね。東京の山線の東側の勤務の方は全然遠いので全然話にならないですけど、まあ、新宿より勤務の方ですね、東京湾が見てるっていう方とかも検討してみても、中古で検討者の方が見てみて光が丘住みたいってなったら、光が丘が中で一番物件なので見てみるのも面白いんじゃないかと思います。とりあえず言えることはもう今時点で光が丘で探してました、光が丘が一番住みたい街ですっていう方で予算届くならもうこれは買わないってことが許されないレベルだと思います。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも記者時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。